はい、ごきげんよう。昨日はね、このバルーンの仲間たちが集まってるクラブでちょっとしたこんなものをね、教えてもらいました。まあ、牛乳パックを使って、6枚、6本、7本を編んでいきます。頭の体操に持ってこい。何かどう編まれてるのか。中に風船が入ってます。で、これが、まあ、蹴ったり、遊んだりしながら遊べるという。あれ、ごめん、ちょっと。前は。バルーンで何か作るっていうだけじゃなしに、他の遊びもできるということで、誰でもできるやつ。例えば、これ、これは、多分これダイソーで買ったんですけども、7インチで売ってます。で、これを、膨らませて、割れるか割れない割れるに決まってるんですけども、よし、丸くしてどうでしょうね。100均飲んでやるのは初めて。ここに用意したのがわかるかな。正面は大丈夫。待ち針、針ですね。これをね、突き刺せばどうしよう。近く行こうか。こうした方がわかる。いっぺんやってみる。このぐらいわかる。色で見たらこういう風にしたら分かるかな。はい、きれいに突き刺さってます。はい、これをねこうしたら、はい、抜きますよ。はい、ということで、もう見やろうか。そのまんまこれやると勢いよくやると今度は細い260を使ってやります。これがね、こうして遊ぶときには使っとかないとなかなかあまり使うチャンスが少ないので、どんどん溜まってきています。そしてここに筒があります。これトイレットペーパーの芯で作った分です。ちょっとそばにあろうか。ここがこれを硬い、はい、入れました。これにね、竹串入れます。差し込みます。どうなるか。怖いよ。
り前です。当たり前に、当たり前に割れますよね。大変だ。割れるっていうことも想定して物事をやらないと。どこ行った。はい、じゃあ もってやり直し、だんだん太くなってきた。くそくそ、こっちよりこっちの方が、ね、太くなったと思うんだよね。よし、いいか。今度はもっとやってみよう。抜けるか、抜けるか、抜けるか。絶対抜ける。待って。これは擦れるだけでね。さあ、こっち狭くなっていたぞ。やる。僕怖いよ。割れるか。来ました。抜けた。わかるかな。バックにしたらこれ抜けてる。きれいに、はい、きれいに抜けました。はい、これを、こすれるだけで割れるから、抜くだけで割れる。大丈夫でした。よし。これをね、今度は次のはずに。半分に切って、今のやつを、もっと入れてもよかったか。まあ、今。よし。
何をするかっていうと、この日本の、あ、後ろの方がありやすい、日本語の場所を使って、ここに、オリンピックの競技の一つ、弓矢でアーチェリーをやりたいと思います。弦、ここに弦が見える、見えない、で眼下に見てもらって、この飛ぶ位置からいったこうだな、この方がよく分かる、いくよ、硬い、よく的を狙って、物を作るだけでなくてもこんなお遊びができるということで、少しだけ紹介しました。ということで、今日は作品は作りません、バルーンを使ってのお遊び。じゃあバイバイ、さよなら。